アマゾンの先住民たちの間ではもともと人間だったと言い伝えられる猿の仲間ウアカリ。確かにハゲ上がった赤ら顔はだらしのない、もしくは気難しいおじさんの顔のようにも見えます。ジャングルの奥に隠れるように暮らす彼らは、研究者の間ではまだまだ謎の多い存在。見た目もすこぶる奇妙ですが、その行動も一風変わったところがあります。取材班は南米アマゾン川をひたすら遡りました。季節は雨季、大量の雨によって川が氾濫し、周囲の熱帯雨林にあふれ出しています。そこには水没林と呼ばれる水浸しとなったジャングルが広範囲にわたって出現していました。たどり着いたのはブラジルとペルーの国境近くのアマゾン上流。雨季になるとこの付近の水没林にウアカリたちが姿を見せるのです。体は猫ほどの大きさ、赤い顔と広い額のほかにミノをまとったようなふさふさの体毛が特徴です。こちらは今年生まれたばかりの赤ちゃんとその親。2年に一度1頭の子供を産むというウアカリですが、赤ちゃんの顔はまださほど赤くなく、頭の毛もそれなりにあるようです。そこへ現れたのが大人のオスのウアカリ。見事に頭がはげ上がり、顔も真っ赤です。そして彼らの世界では、この赤鬼のような見た目こそがオスの象徴、モテる要素ではないかと考えられています。こちらは子供のウアカリ。頭の毛はふさふさしていますね。オスは年齢とともに毛が抜け落ち、おでこが徐々に盛り上がってきます。その上、顔もどんどん真っ赤に。こうして彼ら独自の価値観からなる魅力的とされるオスに成長していくんです。さて、ウアカリたちがここにやってくるのは雨季の間だけ。その理由は明快、食べ物です。アマゾンの水没林が実りの時期を迎えるのは雨季。そしてウアカリは昆虫なども食べますが、一番の好物は何といっても好みなんです。彼らはアマゾンのどこの森にどんな実がいつ頃実るか熟知していて、毎年同じ木にやってくるとも言われています。一箇所の好みを食べ尽くすと次の森へと移動を開始。彼らは通常20頭から50頭ほどの群れを作りますが、リーダーは不在と言います。上からの指示ではなく、横のつながりでうまく連携を取りながら好みを求めて集団で移動していくのです。彼らの驚くべき能力を目の当たりにしたのは、その移動の際です。幅20メートルはあろうかという水路に差し掛かると、その上を全くひるむ様子もなく豪快にジャンプ。高さは40メートル、落下すれば命を落としかねません。でも一頭がジャンプをすると、後続の部隊が次々と飛んでいきます。中には子供を背負ったお母さんの姿も。ウアカリは他の猿と比べて手足がとても長く発達しているため、その筋力を頼りに木から木へと器用に飛び移ることができます。彼らが地面のない水没林でも難なく生きていけるのは、
類いまれなる身体能力のおかげでもあるのです。水没林のさらに奥へ進んでいくと、じっとこちらを見つめる一頭のオスに出会いました。どうやら我々取材班の存在に気づき、警戒しているようです。しばらくするとこのオスは姿を消してしまいました。ところがその直後、近くから別の猿が出てきました。体の色が黒く、ウワカリとは別の種類のようです。これはモンクサキという名前の猿、ウワカリと同じく謎の多い猿です。他にもリスザルやフサオマキザルなど別の猿たちが次々と現れ、中には威嚇の行動を取るものも。一体どういうことなんでしょうか。ここではウワカリの群れに違う猿が紛れ込んでいることがあります。というのもウワカリは用心深く、森の見張り役とも言われているので、他の猿たちはウワカリと一緒にいれば危険をいち早く察知することができるんです。この森では生活の場、つまり住む高さを変えて違う種類の猿たちが一つの群れとして行動することがあります。これが可能だったのは、猿によって食べる餌が異なること、そして用心深いウワカリが他の猿たちからの信頼を得ていたからです。このように複数の猿が混じり合っている群れのことを混群と言います。ここアマゾンの混群にはウワカリが欠かせない存在だったのです。アマゾンの奥深くに暮らすウワカリ、不気味ともいえる顔をした彼らは彼らなりの生活パターンを持ち、そしてウワカリを中心とした不思議な猿の世界も築き上げていました。ただし今回我々が見ることができたのは、実はウワカリの真の姿のほんの一部にすぎません。ウワカリの謎の多くはアマゾンの育んだ水没林の奥に未だ隠されたままです。